エボリューション進化という新しい可能性のためにそれぞれのラボで日夜研究を続けるエンジニアたち世界的にも最高のクオリティを持って評価されるメイドインジャパンを生み出す現場では日々どんなことが起こっているんでしょうか こんばんは、松風まさです。エロボインデックス第96回です。この番組では、そんな様々な技術開発に携わったエンジニアたちをゲストに迎え、その技術が生まれた背景に迫ります。さて、今日7月31日は火星と地球が大接近する日なんです。 といっても火星と地球の間の距離皆さんご存知ですか5万7千5 9万キロメートルもあるんですねでもここまで接近するのは2003年以来15年ぶりのことらしいですよなので今日を心待ちにしていた天文ファンも多いかと思いますがこの火星がとても明るい時期は実は9月上旬頃まで続くんです 今日が最も接近する日であるだけでまだまだチャンスはありますのでこの時期の火星は赤い色をした大きな星なので夜空を見ればすぐに分かりますというねこれぜひね見たいですよね今年の夏は涼むためにベランダに出て火星を見てみるなんていうのもああの赤い星は火星だよなんてね言ってみる思ってみるっていうのもいいかもしれませんさて今夜の「レジェンドエンジニア」参りましょう皆さん名前は知っていても詳しく知らないと思いますセグウェイ あのセグウェイのセグウェイジャパン株式会社代表取締役会長大塚宏さんです松風雅也がお送りしていく「b f m a ラボインデックス今週も進化を生み出す人間の力僕と一緒に探っていきましょう「b f m a l a b o i n d e a フィーフィーチューイ さてここで今夜のゲストセグウェイジャパン株式会社代表取締役会長大塚博さんのプロフィールをご紹介しましょう大塚さんは1971年神奈川県横浜市出身スポーツ少年である一方でロボットを題材としたテレビ番組や映画に釘付けになったり宇宙やロボットの本造作物や実験が大好きな少年だったそうですそして大学では理系に進学するのですが就職活動の際には教授推薦で受けた大企業に入らず 1995年スーパーコンピューターの会社である日本クレイ株式会社社に入社しますそこでの仕事はエンジニアではなく営業やマーケティングその経験を経てロボット事業に関する新規事業を担当しレスキューロボットやセグウェイなど人間と共存するロボットに出会うことになります。 そして日本クレイから社名を変更した日本 SGI 株式会社に2007年まで在籍後2008年12月セグウェイジャパン株式会社を設立代表取締役社長に就任今年2018年6月には代表取締役会長に就任していますセグウェイジャパンは米国セグウェイ社の商品を国内総販売代理店として販売保守レンタルなどを行う会社ですが 大塚さんは日本での行動走行可能を実現するためのロビー活動やセグウェイを利用したビジネスを拡大させるべき活動も行っていますので日本独自のセグウェイの活用方法や日本なならではの在り方などもお聞きしたいいと思いますまた常々人とロボットの共存社会貢献を果たすロボットの重要性を感じている大塚さんはセグウェイジャパンと並行して音声から感情認識をする技術や 音声から病気をを認識すするる技術を研究開発する企業も経営数社の取締役顧問なども務めていますがそれらの技術研究開発の代表である PST 株式会社での音声病態分析技術とはどういうういものなのなでしょうかそしてその技術が社会貢献するロボットとして活躍するのは近い将来なのでしょうか最新事情も教えていただきたいと思います。 外資系の会社を経たことで日本のロボット産業のいい点可能性から課題までを知るセグウェイジャパン株式会社代表取締役会長の大塚宏さんこの後お話を伺います。 松風マサヤがお送りしている b f m エラボインデックスそれではここで第96回のレジェンドエンジニアをお迎えいたしましょうセグウェイジャパン株式会社代表取締役会長大塚博さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますあのこの番組は素敵なレジェンドエンジニアのゲストの方たくさんお迎えしてるんですけれども、はい、代表取締役社長の方はもうそれはそれはたくさんの方にいらしていただいておりますが <laughs>、はい、会長様はなかなかあそこ掘りますね、はい、会長はねなんかそして大塚さんのこの 雰囲気というか、はい、佇まい入れたちが、はいはい、もうとてもこう。そうですよね。爽やかでフランク、普段。ありがとうございます。会長で大体六十以上のね、引揚されてる方が多いですよね。成し遂げて、なんでしょう、二、三週先も、ま、はい、回り切っちゃってる方みたいな。はい。 いや、あの、いくつか会社をやらせていただいているので、はい、まあ、あの、会長職ということを6月からさせていただいておりまして。あの、まあ、代表取締役はまだ変わっていませんので、はい、はい、いくつか会社の中の会長という形ですね。すごいですよね。はい、だから、もう、そういう時代なんだなっていう感じですよね。こう、実績がもう、もう何、何週も、こう。<laughs> まあ、でも、タイトルでね、あんまり、僕は、もう、こだわらない人なので。なるほど。まあ一個人としてですね。あ、ロボットを見ていきたいなと思ってます。けどね会社はどうしても、その。 必要でその便利だということで役職っていうのがありますけれども、うんね、大塚さんはいつも別にいつも大塚さんの感じでいいよって一人称の個人としてあのやってますなるほどはいでは早速あの冒頭で大塚さんの個人的な趣味のお話を伺いたいなと思うんですけれども、はいはい、あの子供の頃から。 これは、これはロボコンですかね。ロボコン。まあ、そうですね。ロボコンの。あのー、ちょうどロボコンですね。ロボコンの方ですか、はい。ロボコン、ね。ロボコン、ライディーン、ガンダム、スターウォーズなどなどが大好きだったっいう。えー、うチャンネルを回すたんびに、もう S. F. ね、ロボット、アニメ。もうすべてやってたじゃないですか。はい、雑ッ男の子っていうような。そうですよね。で、かつですね。かつ、やっぱりアニメの中に、あの、ハイジとか。 キキャンディーキャンンデディィ、はい、女の子たちもやっぱりそういうところがあるじゃないですか、はい、まあだから僕はそういう意味でその複合的に見てたんで、まあ、男の子だけのロボットっていう見方でもない,いうそうなんですかハイジなんかで言ってもまあ名作であったり、ね、あとあの時代は本当に何年もかけてロングランでずっと普遍的ないいものを流すっていう日本のアニメのいい文化ありましたけど、ねうんはいね、やっぱら偏らず偏らないですね最近で言うと「スター・ウォーズ」はちょうどあの新作の半ソロが出ましたけれども。はいはい まだごめんなさい見てないんです。だけどまあ今週見にますね。はい、あもうやっぱそれはもう間違いなく当然です。僕あのちょっといろいろとお仕事も絡みまして、はい、先日公開日に公開日にか、はい、見させていただきまして、い,い,でね、いや面白い、面白かったです。いやそれがですね、はい、そうでもなくて。うん トロモーションがね今回そんななにやってないですもん、ね、あとあの本国でいろいろと「スター・ウォーズ・マニア」の方の評判があまり芳しくないみたいなところもあってなの,なのでそういう感じで見に行ったんですけどいやー面白いですよそうですすよそうかやっぱりタイトルで半ソロだけがこう集中されてるのでやっぱその僕らとしてキャラクターのやっぱ趣味を持ってる人たちから見ると半ソロかみたいなねそれはでも僕もあの違和感あったんですけど <laughs>、はい、半ソロが一番人気っていうふうに データでいただいたんですけどだから半ソロのスピンオフがっていうふうに大塚さん的には半ソロ推しじゃないですか R2D2 推しですけどそっちですか C3PO じゃなくて C3 じゃないですね C3 はもう分かりやすいですけど R2 はやっぱりあの擬音がですね何を言ってるかが面白い擬音とあの電子ベルルっていうねあそこ面白いですよねその C3PO との掛け合いですね R2 の ピロロというところに何を奥深く考えて何を言ってるかそこをの <laughs> あの2人は完全に特にあとあの C3PO は翻訳ロボ翻訳機能が入ってるっていう設定がありますからね、はいはい、どんなことでも返せますけれどもそあそれじゃあ,あのなんでこんな短いのにこんな長く喋ってるんだとか文字数だったりとかも含めて何をどうしてるのかを <laughs>、はい、妄想するのが大好きってうそういう、ね、変態ですよね。<laughs> 深い,すね、深いですねなるほどじゃああれはどうですかあのチューバッカーの言語に関してはどうですかもうですよね、はい、チューバッカーはですねごめんなさいあんまり興味がないかもしれないあじゃあチューバッカーの言語に関してもあんまりですか <laughs> そうですねあの動物系じゃないですかどちらかというとえ僕はメカ側の <laughs> あのやっぱ祇園の方が好きです、ね、そこパーテーションしますかそうですね。まあバイクも車もやっぱり音ってすごい大事じゃないですかギゾーストの音最高ですよね。だからやっぱ車を製造するその海外の車の音と日本の音って絶対違うと思うんですよ、はい、ドアなんて一番わかりやすいと思う、はい、あードアの閉まる音がありますね、はいはい、そこにものすごく共感できるところがあるんですね そこにこにだわりたい僕は、ね、だロボットでも同じようにそういうところをとこだわっていきたいというところは正直ありますけどねいやいやいやディープですねディープですすねね見方がちょっと違います、ね、これはこれはセグウェイみたいなあの、はい、画期的な世界初の、うん、もうやるにもぴったりな方がやっぱり代表取締役会長やられてるんだなと一言あるとセグウェイもですね電源オンするとあのブーって音が出がきた 感覚がいいありますよね、はい、あれにワンダーすする男の人は結構いますよあ,りますあれ R2 と非常にあの近いと思うんでの本当にセグヤ作った CTO はですねそれを鑑みてやってると思うんですよね。なるほど意外に余談で話したはずの R2D2 のお話がこれま <laughs>、はい、<laughs> 繋つながってくる、はい、でもそういうところで何でしょう質感に近いような、はい、もう強力な愛着とここ引き込まれるっていうところって。うん あったりしますよねしますねあれだかなりありますもんねでもあのちょちょこっと出ましたチューバッカーの動物的なの言語に関してっていうところの謎もハンソロの方でぜひ出て拝見させていただきます私もあれ見たおかげでチューバッカー大好きになっちゃうあらそうですかそんなにどこもチューバッカー推しじゃなかったのにチューバッカーとミレニアムファルコン号に関しては異常に好きああと R2D2 に勝るとも劣らないですね L3 という 素晴らしいロボがですね。これ以上言われるとちょっとダメです。収録で出たんです。これはもう本当に一発でハート掴まれたロボが出てますので、ぜひ見ていただきたいなと思ってます。あのあともう一個宣伝になっちゃうんですけど、ガンダムといえばあの機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズっていう新しい面のガンダムの作品にあの私声優として参加しますのでご覧になったことは僕ねガンダム。 フファァーストガンンダムななるるほほどど多いと思ううんでですすよねねそ僕71年生まれなのでファーストが多いんですよねしかも名作を見れる世代というそうですそうですその中のやっぱりサンライズさんとかそういうとこでお仕事をやっぱりどうしてもやりたいということで前の会社でやらせていただいてあそうなんですかはいやっぱり熱を持って制するっていう大事だなと思ってます僕もこの「鉄血のオールフェンズ」で初めてサンライズさんとお仕事させてもらっていいですよねコードギアスのやつが初めてですかねそこからの流れで 乗り方が全然違うんじゃないですか仕事のねいいですよねんか仕事をしっかりするっていうだったりとか熱いものものを作って世界に対して出すみたいなところっていうのはちょっとしびれるところがありますねガンダムの中ではギャン好きですからあいいっすねあのランス僕もランス持ってたんですよちょっとファーストに続いてこの作品もどっかで見かけたらぜひぜひいただきたいと思いますさあもう本当にこれだけで番組が出ちゃいそうな感じなんですけどちょっとお話の方をですね戻させていただきたいと思いますあの やっぱそういうい雑男の子というか、うん、ところからやっぱり大学も理系の方にそうです、ねはい、住まれてその時はどのような、はいはい、あ大学はですねの,あの本当電子工学科という<あ>、まあ、いわゆる半導体っていうようなあのチップですね、はい、チップを開発するようなための、まあ、学問ですねでももう完全にその後最先端にビンゴですねもう半導体が全てみたいな、まあ、結果として見るとそうですね結果としてはそうですね まあだけどものづくりっていうのは小学校からど,どうしても好きで、はい、あの学学と科っっていいうのはね昔あったじゃないですかそれはもうあの科学のサイエンスをものを作るというところだけの付録を中心にやっていて、はい、読み物あんまり読んでないっていう <laughs> そういう少年が続いていて、まあ、どうしてもそういうところに携わりたいなっていうところでまあコンピューターの世界が来るというところに半導体のコアの部分をやってみたいというところからの大学の入学ってことですね。そしてあの 素晴らしい成績の中教授の推薦で大企業を、えーええ、進めていただいたにもかかわらず、うん、そこには入らずそうなんですよやっぱ大学3年生の時に企業ね実習ってあるんですよね。はい、今でいうインンターン すね、はいで、それをまあ,あの大企業さんのところにお伺いしてやったんですよ。やっぱ半導体系の、うん、半導体ですね。<ー>で、やっぱこれ将来もねいいなと思ってたんですけども。実際やっぱり社会を自分の目で見るとですね。まあ、休憩時間だったり、はい、そのやっぱりその活動の時間だったりっていうのを見るとですね。自分がそこにこう。 何十年も入ってですね研究をするっていうところに想像がつかなかったんですよね、はい、それは何かというとやっぱり自分はどうしても性格上は明るい方が好きで、はい、コミュニケーションが大事なんですよでもやっぱりその仕事場に行くとですねそのコミュニケーションが断絶されてうん、うん、一人の子としてずっと集中してるわけですよこれお昼もそれ見てるとですねやっぱ自分何十年もこの世界いられないなというところからですね、うん、やっぱ自分こう研究じゃないなと いうところで大学の先生に申し上げて大変申し訳ないんだけどもちょっと違う世界行きたいんだと<ー>いうところから実はあの違う道に進んだという経緯なんですね研究分野が嫌いだったというわけではなくて、うん、その職業柄っていうところで研究者っていう方向じゃないなっていうふうにご自身をあれだというそう,そうですよね本当にだ逆に言うともう一人が本当に大好きで、うん、研究だけしてれば あっという間に時間が経つっていうような方もいらっしゃるわけですよね。そうなんですよ。人間付き合いがそうなんす苦手でみたいな人は向いてるわけだし、ね、だだやっぱそっちの方に行かれる方はそうだなと思うんですよ。僕はたまたまそうじゃないと。で、かつそのやっぱり研究している内容がですね、世の中にどう役に立つかっていうのがあんまりこう俯瞰して見れなかったので、やっぱそれを伝えてあげるっていう役目の方に自分は行きたいなと。というところがもう本当に四年生のギリギリのとこですかね。思ったんですよね。はい、まあ半導体の研究が盛んになった理由ですけど、半導体って導体 動体しないももののの半導体の幅が広すすぎますもん、ねうんすね、だから無限にみんな研究するんでしょうしそ,うで、ね、でその分広すぎていう何に役に立ってるとか、うん、半導体しし知ってますって言って説明できる人ほぼいないですもんね, <laughs> で,ねでももう身近のねあの機器には必ず半導体が入ってますら、ね、ないものないぐらい触ったことない人いないっていうぐらいみんな思ってるようなものですもんねさあその後、えー、大塚さんはですねスーパーコンピューターの会社日本グレー株式会社に入社されると。はいはい これもまたトップでですす時代の花形ですね,ですね、まあ、これはたまたまですね友人のお父様が、はい、あの外資系の社長をやられてたんですよねでまあ僕の性格をよく分かってらっしゃる方で、はい、まあどこ行くんだと言われてたまたまその時インターンの,あの企業様の話をしたんですよ。はい、ただいやそれ大塚君違うだろうと君の性格と君のビジョンの目の奥、うん、それを見ると絶対そういうところじゃないと。 だったらこれからねコンピューターの時代がほとんど入ってくるんだから半導体その一部であってやっぱコンピューターを使う人たちとの接し方をちゃんと見るべきじゃないかということで。 あのまあ、その方からですねパソコンの外資系のメーカーと、はい、ワークステーションって昔言ってたんですけどワークステーションの会社とスーパーコンピューターの会社、はい、いわゆる大中小みたいなねそういうコンピューターの会社があるよっていうふうに言われてですねは<ー>それを一生懸命その就活センターで見てたんですよね。はい、そしたらたまたまその大企業のところとあの大型のスーパーコンピューターの会社とパソコンの会社が2つがですね、はい、募集してたんで。 二つ受けてみようと、うん、で受けたらですね、たまたま二つ受かっちゃったんです。はい,はい、はい。で、大は小を兼ねるということで、あのスーパーコンピューターの日本クレイに、あの、就職させていただいたと。いうところであります。<ー>これでも、あれですね、もう今、今さらっと、あの大塚さんのお話伺って、も半導体の研究大学でして、その後スーパーコンピューターの会社に入って、で。 セグウェージャパンじゃないですか、はい、もうすごいですねもう全部いつも<き>最先端にあそうですね最先端みたいな経歴になりますね <laughs> これだけこうやって並べた時にとご縁があってありがたいですねもうねやっぱりそういう方はそういうところに行くんだなみたいな、ね、大好きとかそういうのってこう体から出ちゃって呼ばれるとかそういうのってあるんだなって思いますね、うん、そうあとまあ仕事って感覚が僕はあんまりないんですよねやっぱ本当に好きなので、はい あのそこに好きだから入ってるし好きだからその内容を習得しようとしてるしっていうところがずっと続いてるので結果論としてはお仕事でお金を頂い,いてるっていうところだけなんであ,のありがたいです。あとここ何十年かのこのジャンルの回転力というか進化のスピードすすすごいででねねそうですねだからまあスーパーコンピューターを携わせていただくと、はい、それを使う科学者 はでですすねねやっぱり10年先20年年先先の研究されてるんですよ、ね、なるんよなほどだからもうほんとジャンルが広くてですねお話ししててもそういう話が、まあはい、宇宙の解明をするためにやっぱりはやぶさの話あったじゃないですか最近、はい、あれを解明するためにもう30年前から研究されてる方もいらっしゃるしロケットを宇宙に上げるっていうところの研究もされてるしもっと言うと ええー、ケミカルの部分だったり、製薬会社だったり、いろ、うん、んなそのロングスパンで研究されてる方が居ますんで、その方々とお話しするのに非常にワンドするんですね。あの大塚さんは日本くらいではエンジニアでなはなく営業やマーケティング部門にいらっしゃった、うん。そうですね。最初、まさにそういう方たちとお話をするいう。もちろん、もうそれが大好きですね。それはそれは最先端ですね。はい、スーパーコンピューター僕も知ってましたけど、うん、スーパーコンピューター使う人と喋ったことないですそう,いうそうですよね。いやあ出てこないです。さっきみたいなの閉じこもってる方多いですから。はいはい。はい やっぱ宇宙の,その重力とあれをこう計算してどういうふうに制御していくかというようなもう無限に近いような計算をするような方だったり製薬会社で,何でしょうゲ,ノムゲノム的な遺伝子的な何なかを解析するようなもうすさまじい数の計算をするような人たちが使うわけです1990年代にはもうゲノムのね解析終わってますから人間のゲノムの解析終わってるんですよね。 じゃあそれをどういうふうに使うかっていうのが今の時代に入ってるのでそどういう時代もあのまたスーパーコンピューター使う必要性があるんですよね。 で、はい、どういうふうな方向の処理を早くするかっていうそのニーズを研究者の方と聞かないといけないですよね、うん、そうですだそれはプログラムの知識も必要ですしやっぱそのハードウェアの半導体にもやっぱ戻ってくるん、ね、ああそうですよねでそっちがまた進化したらまたその処理計算もこんなのできるようになりましたけど何か使えますかみたいなそうなんです大塚さんが当時話してたこともとんでもない話いっぱい話してたんじゃないですかうん。だからそういう意味では10年前に話してたことがようやく今あお前の言ってることこういうことなのっていうことがわかる方が多いんですよ うーうーわーそうわそいうことですよね、はい、またここキンキンで面白くなってるのはハードウェアの進歩が本当にあのいろんなものをグッと回転力を出したって皆さん、うん、エンジニアの方おっしゃるんですけれども、はい、近年面白いのは言ってたことが実際にできるようになったとか、うんはい、あの時はできなかったけど今できるようになったみたいな。うん そういうことも起こってきてるっていうこと、ね。そうですね。それが世界的にやっぱりそういう人たちがいっぱいいるっていうところは。やっぱ僕らも知ることがね、必要かなと思いますね。はい。いやいや、そうなんですよね。ゲノム解析終わってたりとかするんですよね。うん、もう遺伝子だって本当にもうモラルのあれを考えないと。 大変なレベルにみんなあと僕ら一般の人でも2万円ぐらいで全然できますもんねそうなんですよ DNA 解析できますからねそういう時代になってるわけですもんね今ちょっと太りやすいとか太りにくいとかその程度でみたいなオブラートかかってますけどあれ恐ろしいことですねそういうのがもう分かる時代に人生の設計図がもうできてるんですからそこ知りたいか知りたくないかの話ですもんねすごいですよね本当そうなんですよ に30年くらい前のもうっですかも SF 作品で絶対にありえないみたいな面白い話だねって言ってたようなのが実際起こって,ってるんですもんね。だから僕らがやっぱりアニメの世界とかで見てた映像のシーンがまさに今現実起こってるっていうところが本当にそうだと思うんですよね。面白い、ね、いやいいと思ううんすややこれはあの大塚さんが元々そういう人 ことになるっていうふうに分かってたわけじゃなくてもうスーパーコンピューターの方がやっぱり派手な <laughs>、ね、大きい方が面白いだろうということで行か、はい、れたっていうですそうですそうですそうですだからそういう意味では本当にあの時はまだね学生上がったばっかだったので、はい、スーパーコンピューターとはんぞやっていうところを理解しその科学者が何をしてるかっていうところを掘り下げていきたいっていうところでまあ僕はそこに携われるだけで満足だったので <laughs> そこに興味がありましたね 分かってないと営業やマーケティングなんかできるわけないですもんね説明できないとっていう,う、ね、もう本当あれですねあのスターウォーズの話でスターウォーズガンダム話で一週であの二週目スーパーコンピューターの話で二週使いたいみたいな <laughs> 感じなんですけれども <laughs>、はい、今日はちょっとその話はできないのであの、はい、その会社ででもはかわらずもロボット事業を手掛けることになってくるう、はい、そうですねあのー、スーパーコンピューターっていうのはやっぱり今例えば僕らが iphone とか使ってますよね、はい、その iPhone の半導体のチップがですねもう本当に10年前のチップと同じなんですよね。いわゆる僕らがスーパーコンピューターで入っていた、えっと、頭脳の半導体が、はいえっと、もう今のお持ちのスーパーパスマホの半導体を超えてるんですね。<ー>もう今ののスマホの方が,、えっと頭脳が 上がってるんですよ当時のと比べるとっていうすごい速さですねだから我々 CPU っていう言い方をしますけどもた、はい、1> 1当時は1億円してたんですねそれが今やもうスマホのあれは何,何百円ですから,ら、うん、それが性能が一緒。 もしくはそれ性能を上回ってますので、はい、10年の歴史っていうのはあっという間にもう来ちゃってるわけでしょそう考えるとスーパーコンピューターメーカーっていうのも生き残りが大変な,なるほど。そういうことでだん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 やっぱり淘汰されてくるっていうことで早めに新しい事業を開発しようというところで新規事業をですねあの立ち上げようということで、えー、2000年からですねあの私は日本 S S という会社で新規事業を任されてそこで好きなことやっていいということでじゃあロボットやりますと<ー>いうところに至ったっていうケースで、ね、す。というケーススーパーコンピューターの戦いはあの国を挙げてのやつも含めて、うん、世界中で戦ってるのもありますしそも、うん、もうすすごい勢い勢でで競争してるわけですもんねそ,ですでそこだけで、まあ、今はいいかもしれないけどずっといるのはちょっと危険だというか、うん、やっぱ他のことも考えていこうっていうところで。うんうん ででで白羽の矢が大塚さんに立つわけすすか新規事業ですね、まあ、だからやっぱりクリエイティブというかそういうところをやっぱり考え見ながらエンジニアリングワークをどうバランスよくやっていくかっていうところが、まあ、新規事業の一番の醍醐味なのでんまあそこは僕らは一番やりたかったところでもあったんですねあのでもこの番組にもロボットに関わる方たくさん、はい、あの来ていただいてるんですけど、うん、ロボットもなかなかロボットっていうと簡単でみんなも言いますけど、うん、実はすごく幅が広くて広い,、ね、いろんな形態があってっていうところじゃないですか。 ゲットしてたんですか。あのね、僕はあのあれなんですね。あの2000年前の1999年にですね、はい、あるですね、あの方に出会ったんですね。まあ、この方というのは北野弘明先生という方で、はい、今あのソニークリエイチャーラボの、えー、社長をやられてるんですね、うんで。その方がですね、ロボカップっていうのをご存知ですか。はい、サッカーの。はい。 でまあいわゆる2050年までに FIFA の、まあ、まさに今回ね FIFA 残念ながら負けちゃいましたけども、はい、ああいうやっぱりチャンピオンリーグでですね日本代表の選手いますよねそれワールドチャンピオンの選手とヒューマノイドロボットのサッカーをやれるロボットが、はい、サッカーをしましてヒューマノイドロボットが勝つという壮大なグランドチャレンジをやってるのがロボカップっていうものなんですけど、はい、そこにですね僕は痛く共感しまして。 ああもうそういうやっぱり線引きがまずあってゴール設定があってそのためには何を今やっていくかっていうことがちゃんと行われるそれがロボカップっていうリーグなんですよ、はい、今完全にその省略するとですね人工知能の大会なんですよね <laughs> だからその人工知能の競い合いを今からやるっていうところに非常にあのコンピューターメーカーとしてはものすごく近いなと思ったんですよなんかロボットを作るってなるとなんでコンピューター屋さんがロボット作るのって入るんですけど、はい いやあのロボットの頭脳を作るんだとコンピューターがっていうとスマートに入っていけるじゃないですか,うだからそういう意味ではまずはマーケティングをしましょうというところでロボカップを、まあえー、活用させていただきながら、えー、どんなロボットを作りたいかなっていうのを99年ぐらいからあ考えていたっていうのが最初の歴史になりますね。 つながってきますねやっぱり発案して動かした人ってのはうっぱ改めて本当にすごいんだなっていうふうに思いますけれども、うん、まあそこにすべて集約してでもう本当に実際に人間を超えるであろうみたいな予測も立ってるっていうふうなそうですね頭脳の部分にはもうね AI というテクノロジーが入ることによってもう人間を超えるんじゃないかというふうには言われています。まあも僕もそう思いいますよ実際に <laughs> はい 今またサッカーも盛り上がってきてるからそうなってくると状況としては良くなってきてますよねまあ、サッカー自体がみんなに認知が上がって応援するっていう気持ちになった時にはまたはは入り方もロボットっつってロボットしたらなんか戦うんでしょみたいなアニメでしょみたいなイメージだったのがまたサッカーから入られたら 女性の方とかも全然すって入れますもんねん。やっぱね、あの素晴らしいなと思ったのは、やっぱそのサッカーをなんで選んだかというところなんですけど。これワールドワイドでですね。一番サッカーがきあの共鳴できる方々が多いんですって。うそういう意味ではサッカーっていうのは、ものすごく女性も男性も共感できるっていうところで、非常にいいんじゃないかなと思うんですよね。じゃあ、そちらのローブカップ。 のの方のプロジェクトも含めて一緒にこうロボットっていうところをやっていこうと言っていたところでセグウェイに出会うと。 そあのー、まあいろいろ要素技術という言い方を僕らはするんですが、はい、ロボットというのはいろんなセンサーが入ってますよね、はい、だから1つの塊だけではなくていろんなセンサー類半導体類いろんなものが入っていてそれはどういうふうに集合体として形成するかによっていろんな形のロボットができるんですという言い方をするんですねでその時に日本はですねやっぱ自動車メーカーさんがヒューマノイドロボットとか出してましたよねはい出してますよね そううううういこともも違っっててののでもう世界が驚くっていうのはありましです。ね、はい、やっぱり日本っていうのはどうしてもさっきのようなアニメとかの世界からロボットを見ようっていう科学者たちが多かったから何と言ってもガンダム作った国ですからねどうしてもやっぱりそうモビルスーツを作りたいっていうね,そうね科学者いっぱいそれ僕もそうなんでですすよて <laughs>、はい、に実際立てちゃう国ですからね,ね <laughs> なんだけど実際にやっぱりそれを作るとなると大きな資金も必要ですし、うん、ね科学者の知恵もいっぱい必要ですと、うん、そうするとロングタームに研究開発しなきゃいけない。で できたものに対してじゃあどういう市場性があるかっていうところが非常にアンバランスなんですよ。はい、そこで例えばですけどガンタンクみたいなねはい、はい、要は別にヒューマノイズじゃなくてもいいじゃないかとモビリティだけでいいじゃないかっていうところが目線としてできたわけですよ。 モビリティ的なものは何があるんだろうって時に僕のたまたま部下がですねアメリカ人で、はい、アメリカでちょっとあのいろんなあの展示会に見回ってみましょうということで見た時にセグウェイのロボットの、えー、といわゆる研究プラットフォームっていうのがあったんですね、はい、今のセグウェイって商品化されてるつですかじゃなくてですねロボットバージョンみたたいなあったんですよへ<ー>、はい、でそのロボットバージョンがありますって言ってですね慌てて電話がかかってきたんですね。はい あそれ面白そうだということでインターネットで検索したらあったんですよじゃあこれ実際に見に行こうということで渡米して、はいえー、セグウェイの方の本社に行きまして実際に現場で見た時にそれ見せてくれたんですか見してくれました、ね、なかなかの秘密な感じですいやすあのーまあ、意外と公開はされてました、はい、で例えば NASA はい、NASA がですねあの将来のロボット月に降り立った時に、えー、とモビリティいわゆるセグウェイの足の部分と、はい、あとは上の上半身からヒューマノイド系の上がくっついているロボットを研究してたんですね。はい、そんなものもの実際に見させていいいたただりととかいうことでですねあ 別ヒューマノイドだけじゃなくてですねモビリティ系のロボットってもっと出てきていいんじゃないかというところで、うん、じゃあその権利をですね取りに行こうということで私があのアメリカに行ってですねプレゼンテーションさせていただいて、はいえー、お,お前らはロボットやってんのと俺らもロボットやってんだよとそういう味方のやつってなかなかいないよと。 まあ大体日本の企業というのはセグウェイのライセンス契約をしましょうという商社とかがいっぱい来たけども他にもやっぱり日本中から行ったんですね、はい、僕はあの製品じゃなくてロボットのこの権利をもらいたいっていうふうに言ったんですよだそこの目線が全く違ったのでこれは面白いじゃないかということでじゃああの商品もやったらどうって逆に言われてまあそれから始めたっていう歴史なんですよね向こうからすると本筋だったのかもしれないですね大切なところを大塚さんは分かってくれてるから、うん もうその人に渡すと全部が間違いないいなっていうその違うところからアプローチしてる人に渡しちゃうと違うふうになんか波及しちゃうっていうふ、ね、うな、んまあ、当時はねあのセグウェイって意外とやっぱセンセーショナルに出てたので、はい、セグウェイの台数をやっぱりいっぱい売らなきゃいけないっていうチームも当然いたんですけど僕らたまたまお会いした人がやっぱその CTO だったりあのエンジニアリングの方々もお会いしてたんですよね。 で当時のその CEO がですね IBM 出身だったので、はい、まあ全くコンピューターやられてるじゃないですか僕らはだからコンピューターのプロトコルが一緒だったんですよね言語が、まあ、そこで盛り上がりましてでロボットに行き着いてるゆえもお話をして、まあ、そういうんだったらもうやろうよビンゴなんですよ そこからですねうわーでもそれこそ本当にあの商社さんでそういうの得意で日本のマーケティングとかも得意で台数とか、うん、それこそなん,、はい、なんか有名アミューズメントパークに絶対おろすから1万台すぐうちやりますから、うん <laughs> すね、みたいな言い方したとこもそりゃいっぱいあったんでしょうね。はいは まだからね、あのセグエってご存知の通り、あの行動は走れませんのでね。はい。だから、やっぱ、そのいっぱい売れるかっていう時期ではなかったかもしれませんね。はい。あと、あの大発表の時も、多分ビルゲイツさんだったと思うんですけど、本当に、うん。 こ今世紀うんもう人、人類史上初みたいな、うなもうすごい言い方して、うんあの、ビル・ゲイツもそうですし、スティーブ・ジョブズもそうですし、はあ、もう本当になんか新型のコンピューターでとんでもない、うん、もう圧倒的なとんでもないものが出るかもみたいな一時期報道もありましたよね。うんあのまあ、加熱しまししままたたよね、はい、あの空飛ぶんじゃないかとかとあり PC という概念を変える PC がビル・ゲイツが言ってるんだから出るんじゃないかみたいなコンピューターって全部なくなるんじゃないかみたいなの言ってたらみんな乗り物みたいなコードネーム神社っていう名前だったんですけどねそうなんですか、はい、あじゃあもう本当にそれをもう全くわからないような感じになったんです、ねうん、そですそ,ですそれのあとっていうことですか大塚さんがそうですもうちょうどですねその先週出た2001年なんですよね、はい、で僕らが行ったのは2005、えー、年ですね年後にななりますねなるほど、はい また本当にもうトップのなんか実際いろいろな方が乗ってるところを見ると思うんですけれども、はい、セグウェイ実際に乗るとみんなはどのようなリアクションをやっぱねあのセグウェイっていうのは非常にねあの面白いものでして、はい、あのジャイロセンサーっていうものと加速度センサーっていう大きなこの2つのですねセンサーで動くんですよね。<laughs> であの分かりやすく申し上げると、はい、あの竹ぼうきあるじゃないですか、はい、小学校の時に竹ぼうきを手のひらに乗せて竹ぼうきを倒れないようにするために、はい、手のひらでこう操作するすバランスを取って、ね、手のひらがまさにそのセグウェイの役目をしていて、まあ、人間がこうセグウェイ乗りましたえどうやって動くんですかとよく言われるんですけどもうん、うん、人間の,その傾きを検知する乗り物なので、えー、いわゆる体重をですね前に倒すと前に進むようになるっていうものになるんですね。うん、なので 操作が非常に簡単なのでバイクみたいにですねブレーキアクセルという概念が全くないので、はいはい、体重の傾きと行きたい方向に集中するそれだけで、えっと、前後進むわけですようなのでもう皆さん進んだ瞬間にですねこれは新しい乗り物だねっていうふうにすぐ分かるわけですねだやっぱ操作してる感覚じゃなくてなんかこう均等に乗ってるような感覚ねっていうのが女性からもよく言われるので意外とこの女性の方がこれ楽しいねっていうふうにすぐ笑顔になる。 こんな乗り物がセグウェイの醍醐味なんです、ね。金と運って表現素敵ですね。<laughs> でも、なんでしょう、そのジャイロセンサーも。なんですかね、最近で言ったスマートフォンのとか、あと、モバイルゲームとかで、こう<分>、車のゲームが。 前に傾けるとアクセルで、うん、後ろに傾けるとブレーキでみたいなあ,あの辺のやつもどん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 身近になってますけど、うん、乗り物はまだその思ったより普及してないですかセグウェイぐらいがい。いろいろロボットにもだんだん転用し始められてますし。うん ドローンがそうですかねドローンもそうですドローンが最近落ちない理由みたいなのも、うん、結構そこら辺だったりです姿勢制御も入ってますけど、まあ、まさにあのそういったドローン系それからモビリティ系、うん、ヒューマンドイド系も入ってますいろんなロボットには当然活用されてますし、うん あの僕すもうだいぶ前だと思うんですけど、島津製作所の CM で自転車の自転車のロボットがあってすごい細いところを自転車を漕いでるロボットが転ばないんですよね。はい、あで,であれツンって触っても転ばないんですよね。うん、二輪車ロボットが乗れるってもう僕考えらんなくってうん、うん、あとうとうこういう時代が来たんだみたいな、はい、でも。 数年前、ど,どっかの二輪のメーカーも絶対に転ばないバイクってなんか、うん、出しましたよ、ねよ。出しました。もうそういうのが実際に作れちゃうっていうのも、はいうん、なんか何しょ遠いことと思ってるけど全然もっともっと近いんですよね。そう,そういうことになってす、ね。だからもう今一輪車もですね、あのそういう乗り物があったりするんですよ、ね。ですね、足に挟むやつとかで買おうと思ったら結構な数十万円ぐらいで買えちゃったりとかしますもんね。ここもだから本当に。 実際はできてるのにまだそんなにみんながもっとみんな普通に乗っててもおかしくないんですよね。だからテクノロジーの進化は結構いいとこまで来てるんですけどやっぱその法律の壁っていうところがねついていけてない領域もあるんですよね。でも簡単に言うと日本ぐらいなんですよね。日本がうるさいから。まあ先進国で言うとですねセグウェイ自体で言うとイギリスと日本はまだ走れないというイギリスもそうなんですか。やっぱイギリスもですね法律が非常に昔から守られてる国なんですよね。 確か日本はイギリスの真似をしたんですよねおっしゃる通りですねだからあの道が狭くてそ<う>道に基本は車を止めないものだっていうので作っちゃったっていうのがあそこやっぱり未だに歴史はつながってるもんですねイギリスが改定すれば多分日本も改正するみたいななるほどそんな流れに来てると思います、ね、だってイギリスでうまくいってるよみたいなうちもできるんじゃないそうそうみたいなあこれありますね大塚さんもってことはもうあれですかくどいてる先はイギリスですか いやもうでもねイギリスもね EU から離脱も表明されてるので今多分経済も良くないんですよねだからそんなにねイギリスに加担してはちょっと怖い部分もありますからねなるほど、はい、うわやっぱ視野が全然違いますねいやいやいやその中であの大塚かさんがセグウェイジャパンやっぱこれはいいよセグウェイ絶対だっていうふうにこの会社を立ち上げようと思った、うんうん きっかけみたいなのかまああのもともとねスーパーコンピューターの会社に勤務させていただいて新規10号で立ち上げましたロボット立ち上げましたその中の一つとしてセグウェイに出会いましたセグウェイの事業も別に走らせましたやっぱりそれは両方っていうそうですねただやっぱりそのセグウェイの事業を始めたっていうのは一つのスーパーコンピューターの会社の中でセグウェイ事業やっていたのでやっぱりその倫理書だったりなんだらいっていうのはどうしても遅いわけですよね僕はやっぱりそのスピード感を持ってやっていきたいというところがありましてまあだったらセグ ウェイロボットという会社をです、ね、別会社にするっていうこところも一つの選択肢かなというところでセグウェイジャパンを2008年にですね、えー、設立させていただいたという経緯ですねいろんな利便性とか合理性から考えて別会社にした方がみんないいんじゃないみたいなそうですねわ、はい、かりやすいですよその方がねうんなんか急にそこはスコーンとあれですねまあいろんなあの大人のパワーは必要でしたけども2008年リーマンショック後だったので はい、まあ、大変は大変でした。そうですよね。はい、あの、今はもう経歴でお話ししてた、このハードウェアの進歩の劇的なこの時代って。結構平成大不況と言いますか。うん、なかなか平成は振り返ってみた時に。いや、もう大変ですよ。浮かれて面白いことやろうぜ、いえ、ロボット作ろうぜみたいなこと一切ない時代。ですよね <laughs> 言ってる人いなかったですか、ね。<laughs> ここを、うん、その時代でこれを成し遂げていくっていうのは、なかなかな。大変ですよね。うん、まあ、でもね、あの、僕の中で、千九百七十一年生まれなので。はい 第二次ベビーブーマーと言われてる世代なんですねだからもういつも戦ってたんですよ。もういつも戦いね、大学入るのも戦いでうようやく大学入れて就職できるった時も結局バブル崩壊、はい、があって就職難になったとまあたまたまそこでも入らせていただきましたけども,、はい、もうずっと戦ってるんですよだからまあそういう戦いがあるので僕の根底の中ではいつ何時あっても変わらないとやりたい時にやろうと。 そこ自分のタイミングだといううふに思って用意どんの用意の人数がもう多いみたいなそうですねもう本当ですね僕なんかもあの僕も76年生まれなんですけどあの不況後なので社会に出た時はバブルはじけてるのでバブルを知らない世代なんですよねだからバブルは良かったなとかって思うことがないっていうそのもう初めてバイトできる時にもうみんなちょっとへこんでる。へこんでる。 僕大和運輸の,あの仕分けセンターにいたんですけど深夜早朝組で、はい、あの役者を目指してたので、はい、あの時間もちょっと都合があっていうのと、はい、僕一緒に冷凍庫とかこう仕分けしてる人周り全部社長でしたからね、はい、<は>本当ですか、はい、みんなもう家6軒持ってるけど借金も凄まじい額あって今売るとさらに負債がかさむとか銀行員の方と不動産の方とみたいな、はい、あとクリーニング屋さんを多店舗展開してる、はい、方でした。<laughs> <laughs> な休憩時時間が面白くて面白白くくててすすごい時代です、ね、昔は良かったっていう時代あのお話と<ー>今大変っていう話そうですよね <laughs> なかなかだから僕もあんまりあんまりこうへこまないんですよね浮かれたことがないっていう <laughs> <laughs> 最近になって本当にこの平成ってそういう時代だったんだみたいな <laughs> そうなんですよねでもこの後半のやっぱりハードウェアの進歩とこの、うん、このジャンル IT って言っちゃっていいですかねコンピューターに関わるジャンルは面白いですよね面白いと思いますね まあだからその、そそのうですね、あのー、進歩の,そのスピード感っていうのがもう年々早くなってきてるじゃないですか,、はい、だか人間がついていけなくなってるっていうところにも入りつつあるので,で、ね、やっぱそれはね僕、逆にいくんじゃないかなと思ってるんですよね進歩は進歩でさせておくんだけど、はい、人間は人間がもう少し人間味を持って見直す時代に入ってくるんじゃないかなと思ってるんですすよねうだそうううるるとと選択のの余地っってていうのがしっかり見えてくると思うんですよね。 そういういい時代がこれからの新しい社会になるんんじゃななないかなと思うんですよ、ね、なるほど、はい、いやでも本当に本当にそうですね僕あるものをうまく使える人がっていうもうものは結構昔からあって発想もあってっていうそれがこう新しいものを組み合わせる組み合わせることができる人がどんどんこの後やる時代だななんていうふうに思ってたんですけど、うん、もうその先です、ね、進歩が早すぎるからそれはもうどん,どん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 いってもらって、うん、そうで逆の反作用として人間らしいとかっていうのは。そう まさにだからちょっとセグウェイとかもそうじゃないですか。そうです猛烈なスピード、うん 荷荷重がすすごいい物をなんか1000キロぐらい運べまだからセグウェイっていうのはやっぱりその発明家のリンカーメンさんっていう方がですね街中でおばあちゃんが車椅子に乗ってましたと段差を一生懸命登ろうとしてるのを見てですね人間はロケットでね宇宙まで行けるテクノロジーを持ってるのにたった数十センチのね段差を登れない車椅子これは存在していいのかというところからセグウェイは生まれてるんですよ。 た、はい、だやっぱりそのディーン・カーメンさんというのは発明家で有名なんですけども、はい、その自分の知恵をですね人のために享受したいっていうそういう思いからセグウェイができてるっていうところでは僕は素晴らしいと思っていてこの「身体の拡張」って僕ら呼んでるんですセグウェイは。 だだだからだんだん乗り物という感覚ではなくて足足ののの感覚に近くくななってくるのでで延長なんですよ、うん、やたら心地いい足っていうふうに考えた時にまた全然別な感、うんね、じがすなんですよね。だからあの僕らはロボットテクノロジーってセグウェイ言ってますけどあえてそういうところの身体の拡張機能がロボットであるっていう定義なんですよね。 いいやいやでもコンピューターのスーパー処理計算能力を使ってのんびりするみたいな <laughs> <laughs> そういうそういうことがそそうう贅沢な使いできますもんね。<laughs> そうそうこれでもセグウェイのあのこの後って言いますか、うん、何かこう大塚さんの考えていらっしゃる。 具体的な言える範囲でなんかこんなのもっていうのってなんかあったりしますかあのセグウェイというのはものすごくまたです、ねはい、進化どんどんしてます。はい、なのであの二輪の乗り物から、まあ、もっと言うと一輪も出てますし、えー、もっともっと言うと足の拡張をもっともっと進化させる方に向きますし。はい えー、自動走行って皆さんね車の世界であるじゃないですか、はい、まあそんなものも僕らセグウェイのカテゴリーパーソナルモビリティって呼ぶんですけどもそんななに長距距離離はは走らないけども近距離は移動できるよねと、うん、でそこの近距離の移動を楽しみながら移動しようというところの追従をですね積極的にセグウェイはどんどん繰り返していくのでそこにあのロボットテクノロジーがもうどんどん追加されていくから。うん 1> 1年経ったたらまま全然違うセグウェイがどんどんん出てくると思いますのでここは僕は僕楽ししみにしている領域ですで。かつ自分のライフスタイルとしてはロボットっていうのは非常に大きなカテゴリーで組んでるので、はい、セグウェイのみならずですねいろんなコミュニケーション技術みたいなものをちょっと頭の中に描いてましてそれはまた別会社でやってるテクノロジーがありますんで、まあ、その辺も少しお話しできればなというふうに思っています。 いやー今ちょっとお話出ましたけれどもさらなる新たなるだからあれなんですね大塚さんの中ではちょっとこう一個セグウェイっていうだけのこうカテゴリーはもちろんあるんですけれどもそれだけで物事をちょっと考えていないっていう、うん、今、うん やっぱりロボットってその、ね、いろんなロボットの、ね、カテゴリーがあるので本当に売れるロボットって何かっていうところと本当に使えるロボットって何かっていうのをもっともっとみんなが、ね、考えなきゃいけなくて今やっぱり男の子のものロボットっていう考え方だけが集中しちゃってるんですけど。はい 今度そののの家庭の中にに入ってきた時に一番ロボットと接する時間が長いのは女性だと思うんですからやっぱり女性がどういうふうにロボットを接するかっていうところの知見がですねまだまだ少ないのでそこをマーケティングをきちっとした上でいろんなロボットの開発がまだまだできると思うんですよ、うん、そういうところに僕は全力を追求していきたいなというふうに思ってますけどね。大塚さん 新たなロボット研究開発中ということで、えー、あのそちらのお話もお,お伺いしたいんですけれども今日のところは手間にお時間となってしまいましたので、はいえー、このお話の続きは来週またお話伺いたいと思います、はい、よろしくお願いします A、えー、ラボインデックスこの時間のゲストはセグエージャパン株式会社代表取締役会長大塚博さんでしたありがとうございましたありがとうございました A、F M, A 松下さがお送りしてきた BAFM エラバインデックス、本日、いかがだったでしょうかいやー、私もセグウェイ、よくよく知ってましたし、名前は載ったことなかったんですけれども、まさかこんなに急に近くにこうお話を聞けるとは、そして大塚さんのね、セグウェイジャパンの代表ということで来ていただきましたけれども、その経験値と知識の幅の広さに、全く驚いて。 そのセグウェイの枠にはまらないところがでも逆にそれ,それが今のね現代そううなんでしょうね何かだけっていう風に考えちゃうっていうところがセグウェイはセグウェイだ乗り物だっていう風にしてこう考えているところがそもそも違うんだなっていうなんか概念的なところも気づかせていただきましたけれども、あのー、今日のですね最後に話していたお話の続き とてもも気になりますけれども音声解析技術、えー、次回ですねまた聞かせていただきたいと思いますさあ皆さんの番組の感想もメールで送ってくださいねメールアドレスは e l a b o b f m c o j p e l a b o b f m c o j p までそしてこの番組「A ラボインデックスのブログでは今日のゲスト大塚さんとの写真などスタジオの様子もご覧いただけますまたゲストパートですが実は放送されている部分はほんの一部なんです インターネットバージョンはほぼノーカットで毎回アップしてますのでぜひ b f m ホームページ内 A ラボインデックスのブログチェックしてくださいねそれからもう一度今日の放送を聞きたいという方はぜひラジコでどうぞラジコではただいまタイムフリー調子機能で放送後1週間過去の番組を聞きますぜひこの A ラボインデックスラジコのアプリをダウンロードしてみんなでシェアしてくださいということで b f m a ラボインデックスお相手は松風雅也でしたまた来週